黒崎祇園山笠黒崎祇園山笠とは、毎年7月の3から4週目の中で4日間、福岡県北九州市八幡西区の岡田宮、春日神社、一宮神社に奉納される400年以上の歴史を持つ祇園祭りである。その動きの激しさから、喧嘩山笠の異名を持つ。福岡県の無形民族文化財に指定されている。 全市制止夜の黒崎祇園山笠、熊西山笠と、東町山笠なお、年によって日程が前後する場合がある。運行される山笠は、黒崎祇園山笠保存会に所属する山寺、熊西、熊出一番、熊出二番、熊出三番、藤田あ藤田西、東町の発起。引山笠で、お潮い取りを終えた後に笹山笠から、 農型系の人形山笠に姿を変え、夜にはこれに電飾を施した山笠が運行される。祭り前には各山笠がそれぞれの氏神神社に県参し、祭りの成功と安全を祈願する。林は和太鼓、鐘、ほら貝で構成される。祭礼に勇ましさをつけるため、関ヶ原の戦いで黒田藩の使った神太鼓の調子が取り入れられ、これに鐘や、 ほら貝を組み込んだものと伝えられている。黒崎祇園山笠の有相差は、この林に由来しているという、言われている。大太鼓、小太鼓、金の三拍子揃った打ち方の上波球は、末山、蓮山及び追い山の三体を指揮するもので、各種が渡るが上にも行き込むリズムであり、他に、比類の内名調子である。JR 鹿児島本線黒崎駅周辺地域の、 山笠、64年ぶり復活2012年10月9日、RKB ニュース、50年祝い、笹山笠黒崎祇園。西日本新聞ニュース。2021年5月3日閲覧。祝、令和黒崎祇園特別運行。西日本新聞ニュース。2021年5月3日閲覧。伊崎慶、西山忠宏。黒崎義園山笠。 初の中止北九州代表の夏祭り。西日本新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.nishinipon.co.jp スラッシュアイテムスラッシュ n スラッシュ597480スラッシュ2020年4月21日閲覧。黒崎祇園山笠2年連続の中止主要行事。コロナ踏まえ。西日本新聞ニュース。 2021年5月3日閲覧、ありがとうございます。